です。3本目です。はい、まあ、これちょっと連続で出てるかちょっと分かんないですけど、まあ、一応紹介しておこうか。これ初めて見る人もおるんで、塗り替え道場の、まあ、マネージャー、だってまあ部長ですよ、部長職。で、まあ、要は、全店の営業責任者、店長の上の責任者ですよ。で店長の上だね。で、まあ、俺の下、一人しかいない。もうここはね、そういうポジションが一人しかいない。あとは、まあ、あと、足場班、塗装班、シーリング班っていうのは、まあ、俺直轄しようなので、まあ、営業のスーパー責任者みたいなもんだよね。で、今回はちょっと名古屋の外気塗装事情ということで、ちょっといろいろ動画撮らせてもらってますけど、はい、まあ今日はじゃないけど、まあ、これ3本目なんですよね。で他2本また出てますんで、これ一番最後の動画なんで、また他のやつも、もしよければまた見てほしいんですけど、今日はさ、まあまあ、ぶっちゃけじゃあね、これ、バカ売れ講座だからさ、はい、みんなこれから独立したいなとか、やってみたいなとかね、塗装屋さんで、まあ成功してほしいっていう思いから、全国の塗装屋さんで発信してるんだけど、はい、まあ、塗り替え道場とかで YouTube やって結構今、ね、話題になってるって調子乗ってるみたいですけどまあまあ見てくれてると思うな。もうチャンネル登録者もまあ5000人、まあこの動画撮って流れてるから5000人超えてる頃だと思うんですけど、はい、まあまあ5000人ってすごい数じゃん。そうですね、まあね、 YouTuber とかそんなに比べは全然ですけど、まあ、塗装屋さんとしては多いと思うんですけど、いないですよね。いないと思うんだけど、じゃあぶっちゃけこの塗り替え道場って評判ってどうなのって。評判ですか、うん、まあ俺本当にお客さんとも、まあ今 YouTube 結構もう撮り始めて半年でいろんなお客様から会って話す聞くから、まあ俺の中でもあるんだけど、もちろん、まあ僕のでも経験談でいいですか。うん、いいよ。まあ実際、まあ、ちょっと待って、これもうノーカットなんでちょっと気をつけろよちょカットシーンよ、これもちょっと費用がかかるからね。朝6時の動画はその、まあ、編集でね、編集さんに結構頑張ってもらってるし、まあその人たちも生産その何本も編集してくれってテロップつけてくれってできないから、まあね、ちゃんと10万チャンネル登録を目指して俺これノーカットで上げてんだけど、で、でもこれまずいよ、オクラになる、オクラになる、オクラにならない、オクラになる、はい、まあ、でも実際こうやって見積もり以来とかが、うん、まあ、新規で、うん、まあ、僕も、まあ、今はないですけど、うん、営業見積もり行ってた時、うんうんうん、とかでも今でも聞くんですけど、うん、他の営業マンから、うん、他の営業マンって他の会社の、いや、うちの、あ、うちのから聞くんですけど、うん、やっぱ何見て見積もり依頼、うん、しましたかって聞くじゃないですか、うんうん、そうすると、まあ、チラシでもない、うん、ホームページでもないとか、うん、じゃあ何見られたんですか、うん、聞いても、うん、いや、なんか今あいみつ撮ってんだけどみたいな、うん、なんかいい業者あるみたいな、うん、そしたらうちの名前出てくるみたいな、あいみつの相手が、相手がでそこはなんかよく聞いたら、うん、やっぱ塗装は正直自信ないっていうのは正直に言ってたみたいで、うん、塗り替え込んだろそれ、はい、塗り替え込んだろ、いや、P 以外ってのね今人リフォーム会社ですね、リフォームメインの会社、いや、なんか安いところはうちの名前出して、まあうち安いが売りでずっとやってたんですけど、もう激安みたいなのとアホみたいなのとかあるから、うん、リフォーム会社とかが取ったら全然安いって言われるんだけど、うん、あ、そう、リフォーム会社から、リフォーム会社から、へえ、それ結構僕が実際に行ったお客さんでも2、3回ぐらいありますよ、実際。マジ？これ嘘じゃなくて、マジ？あります。それね、いつ、最近、最近、ね、お最近、これちょっと動画止めてちょっと聞きますんで今からでも1年経ってないぐらいじゃないですかね、リフォーム会社さんが言ってくれるんだ。言ってくれてる。ありがたいなぁ。今見とったら手振ってあげたいわ。ありがとうって。うん、もうすごいありがたいですし、うん、まあそんだけね、うちもやっぱきちっと工事はやっぱやってますんで、うんうんうん、はい、まあそういうお客さんが増えればなぁと思いう思いで僕らもやってるじゃないですか。うんうん、でまあそれが、ね、実際にそういう声が上がってきてるんで、うん、まあ嬉しいは嬉しいんですけどね。ぶっちゃけさ、はい。まあこれ、まあ、ノーカットだちょっときついけどギリギリのとこ言うよ。まあうち本当まあ12年やって、はい、これ最初からおるんで結構やばかったよね当初。まあそうですねまあ当初のそうそう、まあその代わり一生懸命はやったな。そうですね、すいませんって言いながら、でも立ち上げ当初やっぱ一般の人と初めて取引して、はい、仕事はできるじゃんぶっちゃけ、うん、ただそのね、まあもちろん遅刻するとかそういうのはなかったよ。まあ俺ちょっとあったな
怒られたことある一回あんたのとこでやらんって言って、あ、うん、前日飲みすぎて12年前当時29歳ぐらい。それも完全ピコですね。まさかの社長が、どうなっとんのあんたって思って、信用できんわーって言って。まあ、それぐらい、立ち上げた当初ね。立ち上げた当初っていうか、まあまあ会社として立ち上げた塗り替え当初っていうのは後からつくとね。もともと、あの、飛び職の会社からだった。はい、そこからおるからね、こいつは。創業からもう半年ぐらいからおるから。うん、それこそ本当に、ずっとおるけど、まあ塗り替え当初やって一般の人でやったら、もう、とにかく毎日勉強だったじゃん。はい、もう分からんことばっかりだったじゃん。分からんが分からん、分からんが分からん、そうそうそう、って言われると分からんし、問題起きて初めて分かって、もう一生懸命前をついてきたと思う。当時は18歳20歳とかだもんな。そうですね、そうだね。今で32です。2だよ、はい、これ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 2です。八丁くんほぼ一人で回しとうでね。八丁超えとるか、今回ちょっと、はい、超えとったな。で、まあ俺ほとんどこんな感じだからね、ずっと YouTube やったり、うん、まあまあまあね、まあ、なんかあったらピュッと出ていくけど、まあ、なんかないし、やってるから別に、俺が出ていく方がおかしくなるから。ね、あの、俺たまっちゃう、この間お客さんちょっとちらって言われて、それを思い出して、社長ふざけとんな、本当に、自分でって、仕事やって、すごいお客さん。で、結構見てくれてるって言ったら、ね、今日、今回は見てくれてると思うんですけど、うん、まあ、真面目にやってますんで、もう本当、こいつ無理だと思ったんだわ、最初はねって。だけど、こうやって見てるうちに、あ、こいつ結構考えてんな、みたいな感じで言っていただいて、だからまあね、あんまりあの伝わり方が難しいとかなんですけど、まあ俺はまあそういう教育方針というか、まあトークから見る、あんまりパッパパッパ、昔はそうだったな、逆にもう全部俺がやって、あとやっとけみたいなんで、はい、いいとこ全部自分でやっちゃって、もうとにかくすぐ、で、やれって言った割に、もうこうやってて、シュッと入ってて、うわーみたいなタイプだったんですけど、やっぱ人が育たんし、人が面白くないんですよね、みんな。だけど俺はもう今、もう目標だけ決めて、ね、どうなのって。もう気になることもすっごいあるけど、もちろんね、俺も。だけど、やっぱり手は出さんように、最近本当にそうだな。そうですね。まあ、ここ数年か。で、そっから会社が良くなってきたよな、だんだん。そうですね。うん、逆に本当良くなってきた。まあ、ちょうど、まあ、これ撮っとるで、まあ、わかんないと思うんですけど、まあ、動画の中で。まあ、言わんでいいか。明日その動画があるんだけど、職人育成法みたいな動画が。はい、7月の13か12、13、14ぐらいのところで上がってますわ。あの、バカ売れの方でね。うん、あのどうやってあの人を育てるかみたいな動画でやってんだけど、うん、まあ今俺はそうで、まあ俺はそれ間違ってないと思ってるからね、まあ胸張って言うのは、まあ会社でも俺がやることじゃないだろうって言って、こんなことで、まあジムから俺にあのこっちに聞かずにこっちに聞いても、いや俺に聞くことじゃないだろうって、向こうに聞けって言って、いち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 ここで関係性を作らせるように、やっぱ俺に聞いた方が早いし、俺に聞いた方がで俺から勝負した方が早いじゃん、うん、だけどまあそれを、まあ、今努力してるかな俺も。努力なんだよ、めんどくさいんじゃないよ。知ってます。タイトルは何だ、タイトル、はい、バカ売れ講座の何だった、バカ売れ講座、口コミっす。あ、口コミ、口コミ。あ、でお客様からで YouTube やったからどうは、まだ今 そんないない、うん、めっちゃきな。そうですね、うん、でも本当にまあ最初の方は本当にやっぱ皆さんもこれ見てね、わ、そんなに恐怖しんでいいと思う。だからそのね、口コミ最初は悪いのは当たり前だよね。やって最初からすげえになったらもう、だって現場行って初めて現場来て濡れるやつがおって、足場初めてやって組めるやつがおったらさ、ありえんじゃん。だから最初は絶対問題起こる。だけど一生懸命やったらそれ拾ってくれると思って、やっぱもうお前無理だって言われる人も出てくるから。だって今でも俺はその十何年前に立ち上げた当初からお世話になってる人との仕事はあの頼まれや絶対やるの、うん、全然もうわからんけど。あれあれ儲かんじゃないからね、赤字。まあ、だって給料の方が高いもんね、うち。もう今、職人だってボーナスあるし、有給あるし、うん、で、もう社会保険付きで18とかもおるしな、18以上もおるもんな、おるもんな、今、1級、2万もおるか、うん、で、有給とか社会保険あったら、だって合わんでしょ。で、16で応援していってんだから。一度かなんか、ね、ガソリン高なんでしょ。そうですね、ガソリン高なんかだし、現場問題起きてな、金払わんでしょ。まあ受けも怪しくないな。まあまあ特定しとる教授じゃないんですけど、まあでも俺はそれ全然関係ない、もう世話になってるし。でこの付き合いでまた助けてもらう時本当にいっぱいある。でこのこっちが人足りんで助けてくださいって言ったら助けてくれる。ただ助け合いだよさ、このビジネス本当にそうでしょ。職人さんって、そう、ね、営業でもそうじゃん。本当にやっぱ坊主屋さんとかね、大工さんとかもういろんな助け合いだもんね。うん、いやもう借りっぱなしもいかんし、貸しっぱなしも付き合いなんか終わっちゃう。それ連れでも同じじゃない。連れも損得感情で動いてるわけじゃないもんね、うん、
ただでも損ばっかでなんかアッシーみたいな感じで使われたらそれはね付き合っとれんもんね。そうですね。まあ、なんかまた話が俺ねどんどんずれる。俺一人でやっててもこれで20分がしゃべってさ。でボツだったら結構あると何げな俺ってで、まあ、口コミだから、まあ、どうやってやったら口コミって上がってきたんだろう。まあ、一つでもこれずっとやってきてやっぱ思うのが、うん、今になってこうやって業者に、うん、あそこいいですよとか、うん、あそこ見積もり一回取ってみる価値はありますよとか言われるのは何って、まあ、今ふと考えると、うん、やっぱ昔ねさっき社長が言ってたように、うん、まあ申し訳ないこともやっぱ多々あったじゃないですか、うん、あったでそこ本当あったでそこに対して、まあ、どうねあの対応していくかまあそういうことな、まあ、逃げ隠れは一回もしてないなしてないですね、うん、絶対前面に出てっとったな、うん俺も出てたしな、はいうん、それがあるから、まあ今があるのかなっていうのはまあまあそうだよなきちっとちゃんと誠意持ってやれば、まあ、それでも納得しん場合もあれば、うんうんまあ、最後はねあんたたちの成長本当にそういうやつ言われるのかなまあ今回は0点だけどってあんたたちの成長楽しみにしとくねって そ, うですね、まあ、そういう意味ではお、ね、こうやってファンがついてくれて、うん、いい意味でね何見てくれてんのかなっていうかさ、うん、そのファンに答えられてくれてんのかなってまあこれ本当にもし見てたら本当にもう今度やすやって言ってたらやったりたいわよなそうですね当時いつね何年か私まあ規模感がちっちゃいと余計そういうのアクターってすごい会社にでかいですよね、うん、そうそうそう、うん、であの時って本当に安くていい仕事で言ってずわーって言ったんだよな、うん、そうですね本当に数年で5億ぐらい4年ぐらいで5億ぐらいいったんじゃないかそうですね二階道場って名前が出てすぐダダダって5年とかでうわー行ったんですよ営業はもうどんどん入れてみたいな、うん、で部外とかやってたからやっぱねちょっとインチキが出たりとかそうですね、まあ、今部外とかもどっかでコメントもあったけどもう部外は一切うちはやってない、うん、ただその、ね、同じ子が3年おっても同じ給料とは限らないよ、うん、だから、うんまあ、部外って今日明日のことなんかねあっっていう感じですはい、うん、まあ、口コミのことについてそうです喋ったかな喋りました喋ったなんかあんまり違う話もかして1個2個ぐらい1個2個ぐらいまあ個個い、まあうん、口コミ、うん、大事だけどまあそんな焦る人ない会社作って口コミ悪かったらどうしようっていうのは、うん、まあそんなに焦んなくてもちゃんと見てくれてる人は見てくれるその自分の人間結局友達と同じだよ、うん、初めて単車乗るわバイク乗るわ初めて迎えに行くわ車乗るわでもそれできねえもんね、うん、だからって謝りもせんかったら腹立つわとかなると思うんだけどうちも最初そうでしたしねそう謝り倒しとったら髪の毛なくなっちまったわそんな感じですよはいまあちょっとねちょっとお手伝いしまいながらバカ売れ講座ちょっと3本今回これが最後になるんですけど、はい、またせっかく2人でやってよかったなっていうのありましたらコメントをくださいはいまた見てねー。